ら、ちょっと今日は可愛い配達の人たちが来てくれたんですね。これなんかあったかいですね。何ですかこの中身。せーの、秘密。ちゃんとできました、おめでとうございます。せーの、オープン。おお、湯気が、湯気がふかふかしてる。え、全部違うの味。形が違うだけ。違うの？おお、すごっ。めっちゃジューシー中の。あ、すごっ。いただきます。お肉出た。もちもち。あ、もちもち。汁が出た。あ、生姜がちゃんと効いてますね。生地が美味しいですね。うん、生地がもちもちしてます。で、肉汁がすごい出てきます。頑張って作ったポイントは何ですか？ちょっと多いかなと思うぐらいの、ちょっとお砂糖の量。へ、そうなの。だからちょっと甘みがあるんだ。このなんかちょっと形が違うやつも開けてみたいと思います。わー、中身見せて。なんか黒いのが出てきた。緑か、緑のが出てきた。あ、すごい、パクチーの匂いがする。パクチーだよねこれ。子供には難しいか、パクチー。おいしい。あとちょっともしかしたら、あのナンプラーとか入れても美味しいかもね。うん、ね、お花の形してます。あ、あんこだ。あんまんまー。わ、あんま、おいしい。やっぱさ、寒くなってくるとさ、肉まんとかあんまんが食べたくなる季節になるの。あなたはそんな季節何回重ねた？これから冬になると、あ、肉まん食べたいなって、コンビニに行ったら肉まん食ってんなっていう季節になってくる。あとおでん、おでん、おでんはね、寒くない。ちなみにですね、うん、なぜ肉まんにしたか。はい、さっき聞いた。冬だから。11月11日は肉まんの日なんです。そうなんだ。ポッキーじゃないの？11が豚さんの鼻のようだから。嘘。こういうこと。そう、今日はウーバーマザーで肉まんをご紹介してきました。ぜひ皆さんも作ってみてください。ではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。